ハムドゥラー・ムスタウフィー病、カズビーン、イラン・ハムドゥラー・ムスタウフィー・カズビーニーは、イルハン朝時代のペルシア人の歴史家、地理学者、女子詩人。代表作としては、三分の世界史、戦士ティハー・イケイチ・アイグジーダ、よび世界史、新婚の歓喜ニューザット・アル・クラブ、の三作品が著名である。また、コチのカズビーンには、ムスタウフィーの霊病が残るが、青いトルコ石に似た。 淡い青色釉薬タイルで装飾された円錐系ドーム屋根が特徴的である。なお、名前はハムズラーではなくハムドであった可能性もある。ペルシャ人については預言者、ムハンマドの発言とされる伝承を引いて以下のようなことを述べている。死と様、アッラーが彼に祝福と安らぎを授けたまんことを。が、ファールスの特質につきて仰せられし、ことには、 誠に神は非造物どものうちアラブの民の中では暗い種族を貸したまい、ペルシャの民の中ではファールスの者どもを貸したもうと。なんとなれば、この地の人々はペルシャ人のうち最も善気者どもとして知られるなれば、なり。新婚の歓喜地理編第十二章ファールス州、ムスタウフィー・カズビーニーは、9から10世紀にはカズビーンの大観やガズナ朝時代には、 財務大臣を排出したアラブ系の家系の出自である。ニスバのムスタウフィーは、西暦1220年のカズビン包囲で、モンゴル軍に殺された彼の曽祖,祖父で、イラクの財務大臣、アミーヌッティー・ン・ナスルにちなむ。なお、カズビン包囲戦は、勝利の書で、よく引き合いに出される。主張の一つ、戦士は、全6部からなる。 天地創造からイルハン朝のアブーサイードまでを扱った世界史、特にイスラーム史及びイラン史であるが、最後の第六部はままるるすべてがムスタウフィーのコチカズビーンの父史になっており、カズビーンの歴史及びカズビーン出身者たちの名手録となっている。同書はムスタウフィーの一族をはじめとして、モンゴル時代前後に活躍したカズビーンの名家についても立候補されているが、 都市カズビーンの記録としてだけでなく、モンゴル帝国早々期からのモンゴル宮廷に活躍したイラン系ムスリム官僚たちやその一族の記録としても貴重である。しかしながら、曹祖,祖父、アミーヌッティーン・ナソルの子孫は、ムスタウフィーのいとこや兄、そして、ムスタウフィーその人など、モンゴルに仕えた人物が目立つ。ムスタウフィーは、カズビーン、アブハル、ザンチャーン。 ターロマインのアズイールになった。著書の勝利の書には自分が開発したカズビーンの会計手続きがラシード・ドゥッティーンに認められたことを誇りにしていた旨が認められる。また、ムスタウフィーはラシード・ドゥッティーンが模様した勉強会に参加したことをきっかけとして歴史への興味を抱いた。そして、フィルダウス・イーの王書の続編として 予言者の時代から現在までの年代記を印文の形で書にしようと心に決めた。これが勝利の書で近年イランでムスタウフィーの実質原稿と思われる写本の英陰、皇帝本が出版された。ありがとうございます。